サッカーパラグアイ代表は、パラグアイサッカー協会により構成される、パラグアイのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは、首都アスンシオンにある、エスタディオディフェンソーレスデルチャコ。FIFA フフワールドカップには1930年の第1回大会から参加しており、一時期本大会に出場できない時期も続いたが、最近の大会では1998年のフランス大会、 2002年の日韓大会といずれもベスト16の成績を収め、2010年の南アフリカ大会では守りを強化して、決勝トーナメント1回戦で日本に PK 戦の末、勝利して初のベスト8入りを果たす。このように近年はブラジル、アルゼンチン、ウルグアイの南米三大勢力に続く実力国としての地位をキープしてきたが、2014年の ブラジル大会では南米予選再開で予選敗退したほか2018年のロシア大会南米予選でも第17節時点では7位につけ同時刻キックオフで行われた最終節のベネズエラ戦で勝利すれば他のカードの結果次第で本大会出場もしくは大陸間プレーオフへ出場できたがパラグアイは最終的にベネズエラに敗れて敗退した PK 戦に強いチームでもあり、南アフリカ大会で日本に PK 戦で勝利して以来、コパアメリカ2011で、ブラジル、ベネズエラにも PK 戦で勝利している。有名な選手に、ロケサンタクルズやカルロスガマーラ、ホセルイス・チラベルト、フスとビジャール、ルーカス・バリオスなどがいる。アルゼンチンが逆転突破、ウルグアイラも本戦へ、チリは敗退。 W 杯南米予選サッカーキング2017年10月11日、グループリーグ3試合3戦3分、準々決勝、準決勝ともに、PK 戦勝ち、決勝戦で敗れ一勝もせずに準優勝を果たす。ありがとうございます。